どうも皆さん、チャオ、ムカです。ということで今回はコメントでリクエストをいただいた闇 VS スクナ、これどっちが勝つのかということについてお話をしていきたいなと思います。まあなぜこの闇とスクナがチョイスされたのかっていうところで、まあ、その理由としてはね、闇もスクナも同じ声優さんが担当されているわけなんですよ。まあそれこそね、生配信だったりとか以前の動画でね、僕はもうひたすら言っているわけなんですが、僕の大好きな声優さんである諏訪部純一さんなんですよね。この諏訪部さんが闇もスクナも担当されているというところで、まあ、もっと言えばね、黒子の青峰だったりとか諏訪部さんなわけなんですけど、最近ねアニメ化して人気がさらに上がってきている呪術廻戦に出てくる両面スクナですよ。それともうジャンプのね連載も5周年を過ぎているブラッククローバーに登場する破壊神闇助弘ですよね。黒の防御団長闇助弘ということで、まあ、最近ねこの破壊神っていう言われ方はあまりしないわけなんですけど、この同じ声優さんが担当している2人戦ったらどっちが勝つのかっていうところでね、まあ、今回ね考察していきたいなと思うわけなんですが、まあこの2つの世界観でね何が違うかというと、まあ魔力と呪力っていうところでね、そこが違うわけなんですけど、今回はブラクロの世界の中でいう魔力と呪術廻戦の中でいう呪力っていうのはほぼ同じものっていうことでお話をしていきたいなと思います。まあちょっと使う用途的にはね似たようなところはあるので、例えばねスクナの術式の中で呪力量に対して発動するものっていうのがあるので、それに関しては闇の魔力量に合わせてそれが発動するっていう風にねちょっと考えていきたいなと思うわけなんですが、まあこのスクナっていうところに関してはおそらくね予定通りに動画が公開されているのであれば、1時間前のね動画で五条とスクナの戦いっていうところでねそっちで動画を出しているので、そこでスクナの術式については詳しくお話をしているので、詳しくはねそちらチェックしていただければなと思うわけなんですが、簡単にお話をしておくと、スクナには3つの技ともう1つ別の領域展開っていう4つの技が今すでに明らかになっているわけなんですよね。それというのが切り刻んでいく回、そして呪力量に対して自動で最適な一撃を食らわす鉢、そして炎を使っていく風がっていう3つの技があって、今紹介した鉢と鉢を絶え間なく浴びせさせる領域を展開していく領域展開福間水主っていうね、この4つの技を使っていくわけなんですが、闇に関してもねまあいろいろあるわけじゃないですか。闇の方がね技は多いと思うわけなんですけど、この2人がどっちが勝っていくのかってところでね、思うところとしてはスクナの鉢や鉢風がっていうのは闇には通用しないと思うわけなんですよね。なんでかっていうと、闇には黒穴や黒月っていうものがあるわけじゃないですか。まあ、この魔力と呪力を同じものって考えた時に、呪術廻戦でいう術式っていうものがブラッククローバーの世界でいうところの魔法っていう風に考えることができるわけなんですよね。つまりそう考えると、闇の黒穴黒月っていうのを使うことによってスクナが繰り出してくる怪鉢風がっていうこの3つに関してはかき消すことができると思うわけなんですよね。それこそダンテの重力魔法に関しても防いでいったように、その辺とかも防いでいくことができるっていう風に思うわけなんですよね。じゃあ闇の攻撃ですよ、次元切り悲願だったりとかはどうなっていくのかって考えた時に、まあ、スクナに関してはねこの腕がちぎれたりとかしても反転術式を使うことによって再生することもできてしまうので、ダメージを受けたところで致命傷にはならないっていうような可能性も十分あるわけなんですよね。そうなるとその時点でね闇の方が不利やんっていう風になってしまうわけなんですけど、もっとねえぐいことになりそうな気がするわけなんですよね。それとなんかスクナの領域展開ですよ。この領域展開に関してはその領域内では攻撃が必中なんですよね。つまり絶対当たってしまうわけなんですよ。っていうのを考えると、闇の領域展開福間水主、闇のこの黒穴とか黒月ですよ。まあおそらくね黒月を使わないと貝とか鉢とかねうまく防いでいけないと思うので、おそらく黒月をね発動させると思うわけなんですけど、黒月があったとしてもそんなん関係なしにお構いなしに必中なわけなんですよね。っていうのを考えると、闇のこの黒月の空間ですよね、マナゾーンを使った空間ですらお構いなしにスクナの貝とか鉢っていう攻撃が絶え間なく永遠で来てしまうわけなんですよ。っていうのになるとねやばいわけなんですよね。まあブラッククローバーにはねこういう領域展開ってものはないので、それに相当するのがマナゾーンな感じもしますけど、っていうのを考えると、まあ、この領域展開というもの自体はシンプルに強いものが上に立つっていうものなわけなんですよね。なのでワンチャン闇がこれに勝つとすれば、次元切り悲願でねワンチャン切ることができるっていう可能性もあるし、もしくはマナゾーン凝縮ですよ。こっちの方がねなんか可能性ある気がするわけなんですよね。凝縮していくっていうところで威力がね単純に上がりまくるわけなので、この一つを放っていくことによってこの福間水主も破壊していく
ていくみたいなね、そんな感じの可能性もある気はするわけなんですよね。破壊神っていうところで、この宿儺と闇の勝負の鍵になってくるのは、やはり宿儺の福豆寿司を闇が破ることができるのかどうかですよね。これを一つで破壊できるのか、そこに全てがかかってるんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですよね。はい、ということでね、今回は闇と宿儺が戦ったらどうなるのかということについてお話をしました。ぜひね、これについて何かもとくれましたらコメントよろしくお願いします。ということで、今回の動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネルボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。自分で切り開くんだって、それとなく溢れ